こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。経年変化アドバイザーのまえちゃんです。変化、大切。何変わってます？その後ろ。いや、妻がですね、昔、西川、有名な老舗のね、羽毛布団を買いまして、で、私は量販店で買いましてですね、私の方がお値段は高かったはずなんですよ。でも、10年使ってみると、かなり下手っちゃってですね、私の方が。これ、なんか何年か使った時のね、経年変化というかね、お手入れ方法なんか大事だなと思って知りたかったですね。多分結局みんなそうなんじゃないですか。実際使って今は綺麗だけど、半年後聞きたいですよね。生の声、半年後お掃除どうしてるか知りたいですよね。今日はカスタマイズも含めてその半年後の事例、2人の方からいただきました。どしどしやってきます。いやー、もうこうなってくると本当の声ってこういったところにあるのかな。6ヶ月経って私のキッチン掃除 by タエさんからいただきました。知りたいです。だからお知らせです。リホナビブックリリースしました。こちら、12月25日のクリスマスにですね、これリリースして、今、続々このリホナビマップ各種チェックシート、知っておくべきこと、大切なこと、これらをザザッと使いながら、リフォーム失敗しないように進めていただければ、こんな形で、羅針盤、さらには解決したい悩み、お困りごと、こんな暮らししたくない、だからこそ叶えたいマストな希望も含めて書き出して、方向性、コンセプトを決めてください。では、そのコンセプトを決めた、そのタイさんのキッチンの半年後、その後、綺麗は保っているのかな？ドン。リフォームして半年経ってもいつも片付いています。ピカピカじゃないですか。終わったばっかりみたい。カウンターの上もすっきり。天板ステンレスのリフィット Z シンクですよね。で、ホーローですから壁面もしっかりと浮いた、浮かせる収納になっています。こんな形で。まいちゃん、ピカピカですね。リフォーム仕立てかと思いましたね。いや、そうなんです。もう半年これ維持してるんです。で、その工夫もちょっといただきました。こんな形でね。釣り糸の下もマグネットついてます。ごちゃごちゃしてないですよ。カウンターの上も維持できてますね。まずは、電気フードの清掃、簡単です。これね、新しい。これちょっとやってみようと思って。使い捨てフィルター、まあ、貼りますよね。これで交換する。まあ、これ楽なんですけど、整流板の裏。ね。整流板の裏にラップつけて、マグネットで、そしてフィルターで。あ、確かに。まじ、これありじゃないですか。そっか、それも貼ってそのまま捨てちゃえばいいんですもんね。ね。あ、これ楽ですね。真似します。ね、オウム真似しよう。まあ、あらゆる方、そんなことしたらメーカーの人がダメって言いますとか言う人いるんですけど、まあ、関係なしに。自分の、家ですから、自分のお好きなように。これいいなと思って。いや、これは素晴らしいです。はい。ね、で、これで半年間やったら、中のファンの部分、本当に汚れていないのでびっくりです。だから、これ何が言いたいかっていうと、こうやって使うから、別にファンのお手入れ大変だから、ノーフィルターでって、逆にノーフィルターだったら、ドロドロじゃないですか、中。そうですね。そのまま中直で行っちゃいますしね。じゃあ、洗えるがいいのかっていうとかなり高くなっちゃいますし、こうした方が簡単でね、いいと思いますけどね。昔のね、あなたが今使ってるレンジフードがブーツ型とかでフィルターのお手入れ大変です。で、ショールームに行ったらノンフィルターだから楽なんですよって言ってますけど、違うんです、違うんです。今のやつはもう整流板になってるし、そもそもあなたの今使ってるブーツ型と違いますから、こういった感じで油シャットアウトパネルって、そのファン自体に油いかないようになってるんですよ。で、そこに使わせてフィルター貼ればいいんです。で、ファンは簡単に外れますからね、今のタイプ。周りの空間はうっすら油がついてます。そう、つまりこのケーシングと呼ばれる丸い円柱の外側、あそこにはいくらフィルターつけてても、使い捨てフィルター貼ってても、やっぱりうっすらついてるんですよ。だから、ここにノンフィルターなんかしたらダイレクトでいっぱいギトギトになるでしょ。ここ汚しちゃダメですよ。じゃないと、ここをお掃除する方が毎日大変じゃないですか、フィルターをお手入れするより。そうですね。手も届かないですし、これ結構落としてね、コンロのガラストップ割っちゃったっていう声も聞きますよ。なるほど。つまり、ここをそもそも汚さないことが大切。これを放置したら元の木阿弥、以前の換気扇のようにこってりと固まってくる。そう。だから油がね、こうずーってやってる。あれ、水じゃないから油なんですよ。ショールームはここのトレーにはまります。油です。固まってきます。5年後想像してください。フライパンの油も固まってるでしょ。だから山さんはリホナビはノンフィルターっていうのは別におすすめしてないということになっています。年末の換気扇掃除、簡単で早かった。そう。楽でしょ、これね。これがフィルター。宝の場合はフィルターあったらいいんですよ。ということで簡単にできます。で、レンジフードそんなに汚れていない。まあそうですね。使い捨てフィルター貼ったりしてるとね。掃除したら拭き跡が
ついて焦りました。ああ、なるほど。ダスキンのステンレスクリーナーで綺麗になったんです。ステンレスクリーナー、こんなものを使ったら、まあ、やっぱり綺麗に保ちたい。だからそう、掃除しやすいから保てる。そういったことじゃないですか。この卵と鶏ですよね。掃除しにくいから掃除しない。掃除しやすいから掃除する。そんなところでしょう。毎晩片付けは早く終わります。夜は空拭きまでするようになりました。だから車の新車買ってるような感じね。付属品のないシンプルな Z シンクにしてよかった。よく言われるぞ。Z シンクの声何かありませんか？ Z シンク別にシンプルだから、Z シンク最高とはないけど、普通にシンプルで使いやすいです。山さんもこれですけれどもね。うん。で、多機能シンク、家事録シンクみたいな形にはなってないんですけど、フライの衣付けやかぼちゃは切るならシンク内でするようになりました。なるほど。うん。そういった形でもできますよね。やろうと思えばね。リフォームして半年経ってもいつも片付いてます。まーちゃんいかがですか、ここまで。いや、もうあの、私もまだリフォーム前ですよね。この空拭きまでするっていう、多分まあ本当に新車をお手入れしてる、あのニコニコしながらお手入れしてるオーナーさんと一緒なんだろうなと思いますよね、うん、はい。ではもう一つ、住んでからのカスタマイズをしたい by オリエッティさん、ようやく来ましたよ。リフォーは古くなったドアノブです。だから建具まで交換したくないけど、やっぱ人間が普段触ってるもの、なんか手垢というか傷というか、まあこのビフォアはこれなんですけど、悪くないんですけど、これを新しくするだけでイメージ変わるじゃないですか。ドン、革銃の新しいドアノブ、レバーハンドル FK DIY で買いました。これどうですか、まえちゃん。やっぱこれね、これイメージ変わるでしょ、これからの。これ、いや、もう毎日ね、他、前住んでた方が触ってるところですしね。まあ、やっぱり触れるところはちょっと変えたいなっていうのはありますよね。はい、まさにオリエッティさん、こちらの方も中古マンションを購入して、まーちゃんと同じく、リフォームした。ただ、全部は予算ないから、じゃあ建具は交換できないけど、ドアノブだけ、これありじゃないですか。もちろん、リフォーム会社さんにお願いしても大丈夫ですよ。川淳オンラインショップ、こちら、取っ手といえば川淳です。ほとんどの取っ手に川淳って書いてますよ。うん。こちらの方、いろんなおしゃれな取っ手があるのが川淳の特徴です。そして、ビフォアドアストッパーです。引っ掛け式の不便でダサいなもの、ダサいものがワンタッチのメカ式のものに今回変えます。あ、ねえ、これ、引っ掛ける。まあ、山さんとかもよく見たらこれだなって。今の最新は違うじゃないですかね、簡単にね。ちなみにこの写真は変える前のもの、交換前写真は撮るのを失念したので、メーカーサイトからお借りしました。なるほど。うん、あ、これはオレッティさんのじゃないけど、こういうものだっていうことですね。アフター。おー、こちら、川淳、かっこケユカのものです。そう、ケユカってね、全然話変わりますけど、ケユカってよくこう皆さん、あの、知ってる方多いんじゃないですか。食器とかいろんな形のゴミ箱とかね。あれを運営してるのが実は川淳なんですよね。あ、そうなんですね。あ、まーちゃんもご存知なかったですか。あ、知らなかったですね。ケユカオンラインショップも今どん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 。だからケユカ事業って川淳のその、取っ手をハンドルを作ってるケユカが、B2C、ね、あの一般ユーザー向けにこういったものをどん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 発売した、うん、まあ、ある意味のなんかニトリのライバル的な感じでちょっといいものがあるみたいな感じですけど、あれやってるのも川淳なんですよ。へえ。元のドア結構傷んでいろんなところに補修シールが、あ、確かにこんなところありますね、うん、さらにスイッチです。本当はアドバンスシリーズに変えたかったけれども、うん、マットな感じでね、予算都合で、またまた今回もコスモシリーズです。あ、幅広。テプラの、金文字でごまかす。あ、なるほど。いや、なんかごまかすって言うけど、なんかおしゃれじゃないですか、ちょっと。いや、なんか素敵だなと思いましたね。いや、だから家だから、店舗じゃないから、こういったところもなんかこう、工夫して、これをまた、オリエッティさん自分でやるっていうところがマメでしょ。いや、でも、これね、オリエッティさんやっぱりセンスの良さ出てますけど、結構あの、いろんなお客様の家行くと、この、いろんな形で書いてますよね。ダイニングとかリビングとか、皆さんのなんかいろんなの見てきましたね、今までも。なんか性格っていうかね、このね、ちょっとアイコンがあるところもいいですね。みんな大好き、ソロペダルオープンツイン45リットル ×2。うん、これは よくなんかみんな採用してますね。いいですね。で、お二人に褒めていただいたシーリングファンライトの照明部、一世風靡した、トリテラスのスマートシャンデリア。この照明も10年選手です。やっぱこういうのにアンテナ高いですよね。フロアライト用に今回新調した新作スマートシャンデリア。あ、これもいいじゃないですか。すごい。あとです、この辺ちょっと見た感じ、私あの照明すごく大好きなので、もうこういうのも大好物ですね。そうですよね。幅900で紹介されていたレンジフードですが、針がでかすぎて
針かきで対応しきれませんでした。あ、確かに針もね、ある程度大きすぎたらもう、しょうがないという形でレンジフードある一定の大きさあるんですよね。ただキッチンパネルうまく加工していただき、きれいに仕上がりました。コーキングは最小限の部分にして、なるべくジョイナーで仕上げていただきました。あ、確かにあの入り墨のところとかね、針のその出ている出墨のところ、こういったところ、それ以外のところコーキング細く、打たれてますね。こちらの写真、トイレ、リモコンが主役になっているように見えますが、トイレのアクセントパネルは TOTO のトイレカウンター専用のアクセントパネル、カラーはマルボビアンゴ。まゆちゃん、その TOTO のトイレカウンター専用にアクセントパネルなんか品ぞれあるんですね、TOTO のカタログに。いや、知らなかったですね。あるんですね。よく ね、あのアイカのキッチンパネルとか持ってきてましたけどね。うん、今やっぱりね、タカラもあのトイレといえばパネルみたいな感じになってますが、TOTOもパネル、それもトイレに合いそうな柄、マルボア、マルボビアンゴ、ぜひこちらの方もショールームでチェックしてみてください。トレシアのコンロ横のスパイスラック、本当は15センチですけれども、今回ソフトクローズになってました。幅が広いから、そうなんです、幅がね30センチになると引き出し自体はソフトクローズだから、このトレーシアじゃなくて上のレミューの場合はその15センチの小引き出しでも、しっかりと、ソフトクローズつくんですが、15センチになった時にはそのドーンといってしまってもったいないですが、30になると、こういったソフトクローズになります。ですから例えばキッチンがある程度長さ早くてですね、幅が広くてですね2700とか大きくて、でコンロを普通は通常15センチしか、ないのを30センチとかに広げると、ここソフトクローズになるんですね、うん、その通りです。まあ、針があった、ね、巧妙というかね。そう、良かったことですよ、一つの収納、15センチの収納で何も入らないけど、30センチだとしっかり入りますからね。はい。ビフォア、こちらはシューズクロークの取っ手、こちらも交換します。おー、シューズクロークで玄関のところね。うん。こちらも革順です。あー、だから、もう DIY で自分で交換するのもありですね、オンラインショップの開いたところで。で、問題となっていたキッチン背面のカップボード、どちらかって懸念だったカップボード、横のスペース、カウンタースペース、前の移住者さんのように分電盤のところに欄、壁内配線が、ないので、ここにルーターを置きました。おー、なるほど、ここにルーターを置いてますね。無印の収納ボックスと、ラブリコ、ライト、有効ボードで壁面収納、こういった形で背面の収納にこういった有効ボードを使うというのも面白いですね。機器につながらず遊んでいる USB ケーブルはレゴが掴んでくれてます。なんかいや、こういうのが楽しいんですよ、はい、こういうのが楽しいですね、うん、まだカップボード上のティッシュ隠しの処理が残ってます、ね、ここね、ティッシュ、ちょっとずつね、ちょっとずつ見つけていきましょうね、場所ね、はい、ビフォーアフターじゃないんですが、プレゼン資料、私と食洗機作ってみました。そうそう、あの食洗機入れたけど、オレッティさん、奥さん使ってくれないって言うじゃないですか。で、人は変われないですよ。どうしたらいいんですかってライブの時に言ってたんですよ。で、そうするとやっぱりメリットがあることを知らないと、人はあのメリットがあれば、例えばね、食洗機もいいわよ、手で洗うわよ、お金が入ります、あの奥様、お金がということで、私と食洗機、私と T シャツと、なんとかってありましたけど、なんかそんな私と食洗機プレゼンボード見てみて、副題がいいですよ、副題で。食洗機の優位性と投資信託用の捻出。なぜお金を浮かさないといけないのかっていう、ね、素晴らしいじゃないですか。まず、費用面の説明です。食洗機の優位性を見ていきましょう。ランニング費用観点から、手洗いと比較した場合、手洗い、そして下が、食洗機。つまり、手洗いの場合、年間でガスの料金、水道、それぞれの平米を使用した場合に、光熱費は約26,600円。食洗機の場合、年間で、電気代、水道、それぞれと光熱費は年間、24,200円ということで、この6,000円浮きますよ。使えば使う。すごい。さらにわずかなお金と言わず、優位性も普段の喜びを見つけていきましょう。衛生維持用の観点において、食洗機を使用することで、食器、高温の水で洗われる衛生面が保たれます。食洗機は、通常手が洗うのが42度であったり40度程度、実際に食洗機は50から60度の高温、手で触れないような温度、だから結果的に頑固な油汚れをスムーズに溶かします。ガラス製の食器を洗う際に、微細な、傷がつきにくく、長時間美しく使えて、さらに手洗いが難しい弁当箱やざる、すり鉢なども簡単に洗えますよ。洗面所の説明、いかがでしょうか、奥様。で、さらに何を選ぶ投資と、まあ、社内で、あの社内じゃないですね、あの家庭内で問題になってるんですね、これからの、ね、引っ越ししてお金もかかったらどうしよう。じゃあやっぱり
自分で働くだけじゃなく、お金にも働いてもらおう。銘柄に悩む投資信託のおすすめ銘柄、おまけで投資信託です。投資信託は基本は分散、ここはいいんですけれども。ね、まあ、あの手数料とかね、NISA とかありますから、ぜひこちらの方も参考にしてみてください。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブック、皆さんからのビフォーアフター。もう、私そんなにいっぱいない。もうワンポイントにしていきましょう。みんながワンポイントにしたやつを集約して、今日みたいにね、2人3人一気に。だから、ワンポイントでも LINE じゃなくてね、できればビフォーアフターに入れていただくと、後追いでできますからね。これ、オリエティさんのやつもね、後追いで合算して、4回ぐらいに分けたやつを、これ今、ご紹介しております。ということで、リホナビマップ、1番から7番に沿ってあなたのリフォームをどうやったら進めていけば、どの順番進めていけばいいのか、こういった羅針盤、さらにこういった記入シート、チェックシートを使うことによって、リホ友さんがみんながミスした、失敗した経験、そしてうまくいった成功事例、そういったものをチェックチェック、ショールーム行くときチェック、契約書をするならチェック、引き渡しのときもここをチェック、工事するとき何を準備したらいい、何を見ていけばいい、そしてなんといったって現地調査が元ですよ。工事する前に実は答えは出てる。現地調査こそ大切だから、現地調査どこをどういうふうにするか、このチェックシート、業者さんが見ても何ですかこれって思われるの、プロ以上のその知見が入っているこのチェックシートになってます。そしてリフォームでもやもやしませんか、リフォームブルーにならないための知っておくべき大切なこと、こちらの方をざざっとあなたが読むことによって、リフォームがスムーズにもやもやしないで済みますよ。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックはこちらの LINE 登録からお深いおすすめです。リフォームした人、同じ悩み、他の人の質問、YouTube で言えない話、個別アドバイス。まさにオリエティさん、ライブだけじゃなくて、このね、オフ会にも参加いただいて、次回も参加、多分申し込みあったと思うんですけど、どんどんみんなやってください。ちょっとどうしようって迷ってるんだって、やった方がいい。やってから後で参加、どうだったと思って、2回目、3回目。でもほとんど多くの方がやっぱりリピーターになってくるっていうのは、この辺、オフ会の楽しさではないでしょうか。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になっていただいて、今日のように、ビフォアシェア。いただければととっても嬉しいです。年明けになってね、どんどん今入っております。続々、順番は、それ入ってきて、いろんなタイミングで皆さんにご紹介していければなと思っております。ということで、今日お届けしたのは、リフォームをして半年後、どうだったカスタマイズお掃除。まーちゃん、いかがだったでしょうか。半年後で分かる。これからまさにまーちゃんの場合はリフォームですけれども。いや、そうですね。やっぱり今まで言ってた、レンジフードはもう、シンプルで安いもので、フィルターつければいいんだよと、不織布ね、つければいいんだよっていうのが、半年でやっぱり証明されましたし、改めて Z シンクでも十分いいんだなっていうところも分かったので、すごくいい共有だったと思います。はい。あとは、オリエティさんね、本当に資料作ってくれると思わなかったんですけどね、奥様、お手手も、すごく、守られますんでね、食洗機使いましょうね、お手手きれいにしましょう。はい。あ、そうです。荒れなくていけますよね。確かに。それは楽かもしれない。ということで、皆さんの、私もこうだ、私こうして使ってる、そんな声、シェアシェア。もう本当、ちょっと小さなとこでもいいですよ。ラクエルシンク使ってて、そんな声ないですかって、山さんのところに来るんです。ラクエルシンクの使い勝手知りたいです。そうですよ。あなたが本当は決めるとき、ラクエルシンクどうかなと思ったでしょ。だからラクエルシンク一つだけでもいいです。引き出しの収納一個だけでもいいです。ガスコンロ、ここ不便だった。それだけでもいいです。食洗機使ってみた。うん、食洗機した。どうなの、うん、いくらやっても食洗機したら腰痛くないのかな、そんな声一つでもいいです。ビフォーアフターの方にぜひいただければなと思います。いきますよ、せーの、必ずできる、できる、いってらっしゃい。半年後の声、1年の声、半年以上の声も待ってます。